えー、再選を果たしました、の山崎でございます震災の後ということもあって、えー、選挙もちょっとやりづらかったんですが、おかげさまで11万1000票を超す大量得票をいただけたということは、苦勢、まあ、に対する信任の証であろうというふうに思いますし、うんもう一つはやはり、こうした震災の後なので、えーまあ、安定感というか、経験、 のある人を区民の方が求めたのかなというふうにも思いますし、まあ、いろいろな状況あっての結果だと思います。今日はあは一つお伝えしたいことがございまして、ご存じのとおり、南相馬市を中心として、区内にたくさんの方が避難されてきております。そうしした方々が、まあ、江東区で生活して 少しでもその生活をバックアップするにはどうするかということで、まず就労対策なんですが、えー、臨時職員の採用をしたいと、これは、まあ、その被災された方々ということで、庁舎における事務的なものを、臨時職員として10名ほどいただいてもらいたいと思ってます。他の区でも、まあ、もうやってるところもあるのかもしれませんが、 うち、まあの区としてはですね、ね他ではやってないと思うんですが、正規職員、えー、特にあの保育士さんを、まあ、かなりの人来てるんで、資格持ってる人いると思うんですね、来年4月1日からの正規には採用になるんですが、保育士さんを採用したいというふうに思ってます。まあ、自分は思ううんだけども現地が復興して戻りたいといとに スムーズに現地の自治体とうまく連携を取りながら、江東区で働いていた場合には、その経験をやはり引き継いで、現地で,です、ねえー、働けるような方法もこれ、考えてあげないといけないかな、まあ、簡単に言うとね、あの江東区で例えば1年働いた、東北に帰られて、また保育士で働いた場合に、1年間就労したということが、退職金とかね、えー、そういったことにも、 あのカウントされないと大変ですから、だから現地で働いたことと同じような形が取れればなと、でこれはまあ今後、詰めていきますけれども、えー、今、ここですぐ決定するわけじゃありませんが、まあ、そういったこともやはり考えてあげないといけないというふうに今、今、区としても考えているところでございます。私選挙中中も言ったんですが、ね、江東区は戦争中に 学童疎開で東北の皆さんに大変子どもが小学生が500回になったんですね、まあ、そうしたことがあって江東区では学童疎開資料館というのを持っています、まあ、それほどあの東北の皆さんに江東区の子どもたちはお世話になったということがありますそれと当然まあご存知のように福島の原発の電気は東京都民が使ってきたということもありますそうした歴史的な経緯やご縁がありますので 江東高区としては、できるだけ今回、視察された方々に応援をして差し上げたいというふうに思ってますし、これから現地へも職員を送り込みます。職員から1週間行く人っていう、公募したら15人ほど手が上がったようでして、10人を送り込むということになっております。そのの区ででで共同でやってている事業ありますんでこれについては 各区と足並みを揃えて、現地に職員を長期、えー、まあ半年ないし1年ですか、これを送り込む、これはまた区長会であの協議してまいりたいというふうに思っているところです。まあ、以上あの、私からは就任のご挨拶と、えー、それからまあ被災者に対する就労支援策について、お話しさせていただきましたので、あとは何かご質問あれば、どうぞ。 あの東日本大震災がありまして、まあ、あの防災ということが今回、大きな争点になったかと思うんですけれども、あの江東区の防災上の弱点を改めてどういう点があるとお考えなのか、あとそれに対する具体的な対策っていうのを現段階でどのようにお考えなのか、お答えください。 あのご存じのように江東区は、ね、南が海、それから荒川放水路と隅田川に囲まれた低地帯で、まあ、ゼロメーター地帯とも言われていて、この地形的な弱点であることはもう誰もが知っていることなんですね。で、このことをやっぱり区民のみんなが、その低地帯、低いんだということを認識してもらわなければいけない。 でそれによって我々がどうこれから対策していくか、特にあのん防災の計画をです、ねえー、もう一度ここでしっかり見直して、いろいろ国の防災会議なんかでは、大きな津波は東京湾には起こりえないというようなことを言ってるんです、東日本大震災においても、想像を絶する、ありえないと言われたような大きな津波が来た。 そうすると、東京湾は大丈夫だと、本当に言えるのかっていうのがね、でその辺これから都や国ともよくその研究してもらわないと、水門もこの間、4月1日から石原知事がこの間、視察に来た時私も同行したんですが、清澄の,あの排水機場で、えー、コンピューターによる管理、光ケーブルによる管理で、40のバックアップ体制を作っていて、えー、洪水とか、高潮とか、 あという時には江東区を守っている水門排水機場はボタン1つで全部動くようになるで、えー、これがあるから大丈夫ですしかし本当に大丈夫かという話になるの、ね、でこれ具体的にねまだあの担当にも指示してないんですがあの選挙中に僕は何回か演説で言ったんですが、ね、もし津波ということで住民の区民の命を守るためには普段からね 万が一、津波が来たら、どこへ逃げるかということを、区民の皆さんが頭に入れてもらいたいと、まあ、学校、小中学校は100%耐震化、済んでますから大丈夫ですで、その他にマンションのね、あのオートロックを解除してもらうという契約を深くとね、あのそうしたマンションやオフィスビル、あの強固な建物については契約を結んで、住民が逃げ込んでもいいように、 オートロックを解除してもらうで、階段や廊下、そうしたところに避難をさせてもらうという協定を結ぶべきだというふうに考えてまして、そうすれば命だけはまず助かるんじゃないか、でそうしたことをマンションやオフィスビルがあの協力してくれるかどうか、それにはどうしたらいいかということをこれから検討していきたいと思っていますこれあの、何か参考にされたんですか、それとも区長のアイディア、自分で選挙中にんひらめいた。 うん、あの今回、実際に液状化の被害が出たあの新木場ですとか、豊洲の辺りも、まあ、あちこちで液状化の被害が出たと伺いましたが、それについては、あの今後の復旧の見通しですとか、対策はどのようにお考えですかあの応急対策はもうしました、あ,あのあと翌日、私は現地に入って、現状を把握して、区内の建設業者の皆さんにお願いをして、応急処置をしていただきましたので、割と早くね、 あの復旧したんですでこれからそのきちんとまあ道路の空洞化とか、まあ、そうしたことを調査して、きちんとした対策というか、復旧をさせるということについては、今度の議会で補正予算を組んで、えー、対応していきたいと。今後は埋め立て地というのは 作るときにはやはり、液状化対策をした上で、公共施設、インフラは整備しなきゃいけないのかなと、お台場にしても、青海にしても、液状化、講師はあったのかもしれないけど、ほとんどないですよね、あれはやっぱり、共同校を作るときに一緒に液状化対策してますもん、市場の予定地についても、あの液状化対策するということは組み込んであるはずですよ、東京都が。 あの今の震災対応の関連であの、帰宅困難者について、江東区さん、どうであったか、ちょっと教えてください区では、あの地震のあとすぐ、区内の小中学校避難所に開放して、それから特に駅の周りの公共施設については、帰宅困難者も含めてあの受け入れをいたしました、水とか、あの非常食とかあのを提供したりして、対応しました。 でこの帰宅困難者というのは江東区の場合には大手2000人規模のそれ以上の企業は大震災のときに社員を返さないという協定を結んでいますまず会社を守りそしてその後は地域住民の救助に当たるという協定を結んでいますすべての企業はそういう協定を結べば帰宅困難者というのは現れないんですよ まあ自分の家族はあの無事だという確認ができた場合ですけどねどうしてもねその赤ちゃんがいるとか病人がいるとか家が崩れたとか怪我したとかっていうのは分かりやそうら返しますよであのこのことはねもう3年ぐらい前で僕は石原知事に言ったんですよああそうかって言ってそれで江東区はこういうこと始めますよ保育園はもう夜にわたって。翌朝まで子供預かかるとかそういうこととそうういこ 合わせての対応なんでしょうか。そうですね。あのうちの保育園もね、お母さんお父さんが帰ってこられないで、翌日まであの赤ちゃん預かってましたよ。保育士さん一生懸命やってくれた。そういった意味ではね、あの頑張ってくれましたね。どうたずえしたいのはあの耐震化についてなんですけど、小中学校は100%っていうことなんですが、他の公共施設に関して今耐震化率何かっていうことだと,と今後その。 耐震化していく計画等々の見直しを考えていらっしゃるのかということをお尋ねしたいんですか耐震化についてはね、あのまあ、ご存じのように、小中学校は100%終わりました、それから公共施設の耐震化については、80%ぐらいは耐震化が進んでいる、残り20%は5年間で全部やりますの電力不足の対応なんですが、今年の夏にもまた、えー、計画停電等、可能性が言われてますが。 区として区民に呼べかどういう、えー、働きかけをするのかとあと公共施設と、えー、区の施設の対応はどのように考えていらっしゃいますか、うん、あの区でねあのこの支援とそれから節電の,その対策本部というか戦艦を作りますで被災者支援節電担当部長それから被災者支援 節電担当課長というものを作ってそこを一本化して、えー、いろんな相談とか対策とかあ節電はどうするかとか全部一本化します、まあ、節電についてですけどねこの 4, 4月いっぱい、えー、例えば夜間スポーツセンターとか学校の体育館とかそういったものを文化センターも含めて控えてき,てきました まあ今のところは電気の供給は安定しているといので、5、6は夜、使わせようということにします、でそのこともね、あの文化センターとか、あのスポーツ、ケンスポとか、そういったところはまちまちになっちゃうね、だから今言った担当部長のところで一括して、やれとか、やめろとかっていう発信ができるようにしようと思ってますんで、あのそういったこともあります。 それからあの庁舎および学校等公共施設における節電対策、これ、夏場ね、よっぽどこれ、覚悟しなきゃならんなと思ってますよ。あの国は何か15%って言うんですけどもね、住民の皆さんがね、15%って言っても、そのどこまでで15%かってのはなかなかわからない、そうすると、15%というものの数値をいかに詳しく、区民の方々にお,お知らせして、 あの例えば、お昼過ぎの暑い時間は、あこうしてほしいとおいうことをね、何かこう伝えなきゃならんだろうなというふうに思います。これね、みんな一緒に協力しないとできませんからね、あの行政とか企業とかう事業者だけでなくて、住民の皆さんがね、徹底してやらないと、これ、大変なことになるからね。 これから4年間でですね、強調して取り組みたいこと、柱として、あのこれはというものを、一番力を入れて取り組みたいものを教えていただけますか。基本的に私はねあの、教育なんですよ、子どもたちをしっかり育てるということはあの、大人の責任としてね、また社会の責任として、教育というものに一番重点を置いていきたいというふうに思ってます。具体的なことは まあ長期計画に書かれてありますんで、それ見ていただければいいんですが、重点プロジェクトをはじめ、それぞれの計画をこの4年間で着実に推進していくということです。でただ、今度の場合には、その防災都市づくりというものを、この震災のあと、痛感してますので、区民の皆さんに少しでも安心してもらえるような、まあ、さっき言った オートロックの解除なんていうこともね、えー、具体的にやることによって、区民の皆さんが安心できるかなと、安心してもらえるかなというふうに思っておりますありがとうございました。